全然発売。戻ってきたら歌わり、そうしましょう。そう、反応しなかった。これ今撮ってていいんですかね。撮っちゃいました。どうですか。なるべく作った方がいいんじゃないかなと思うけど。じゃあ各手だけ。そうですね、各手だけ。はい、ここのグループは2人ずつ自己紹介してもらっていいかな。はい、もしかしたら聞こえなかった人もいるかもしれないから。名前ですか。はい、お名前と。イギーです、よろしくお願いします。はい、頑張ります。もしもしちゃんです、お願いします。はい、お願いします。お願いします。春のスペースです、よろしくお願いします。はい、お願いします。一人あの物を取りに行っちゃって。誰だっけ。テラ大陸ゆうかだそうです。ここのチームは、この4人でやるそうです。お願いします。お願いします。ニコ動で酒焼けって捕まれた。本当ですか。失礼します、ニコ生です。このチーム誰がいるのかご紹介させてください。はい、あゆみ H です、お願いします。よろしくお願いします。コトちゃんです、お願いします。うんこです、よろしくお願いします。本当ですよね。大事でしょ。黄緑子です。お願いします。じゃあチッチやりたい。頑張ってください。ありがとうございます。チッチをやりたい。誰がいるのか一人ずつご紹介させてください。インディッシュ茜です、お願いします。よろしくお願いします。脇がドクソンです、よろしくお願いしま す。加藤無センシティブです、よろしくお願いしま す。もう一人は、あともう一人がバーユ、バーユちゃん、バーユちゃんがいます。はい、お願いします。頑張ってください。はい、お願いします。なんかアイナさんとチーチさんの歌割りはそのままその人が担当して、うん、でリンリンさんと橋休みさんが一緒なんだっけ。そうですね。とあゆにさんとももこさんが一緒になって、でそれでも少ないから足そうかなっていうことになってる。で私がサビ大体から、でサビどっちかどっちもあげるいるよ。どっちにしようかな。分けて、じゃあ一番のサビをあゆにさんの人に歌ってもらおうかな。で2番のサビを、あでもそしたら繋がっちゃうか。どうする、どうしたらいいと思う。なんかじゃあでっかいとこから決めていきますか、サビ、うん、で細かいところを振り分けていく感じにしますか。いくじゃ。振り分け前にこのチーム、はい、誰がいるのかご紹介させてもらっていいですか。はい、コラです、お願いします。お願いします。リコチェフです、よろしくお願いします。お願いします。悪夢見たかなです、お願いします。ファストエンパイアです、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ皆さん頑張ってください。ありがとうございます。調整がうまくいってなかったので直しております。
え、これ今映ってるんです。映ってます。あ、やばい。放送中です。あれ、あと2人は。小雪デーモンです。お願いします。一発ギャグしてもいいですか？いや、どう撮ったらいい？全身が映ったらいい？あ、そこにいていい。大阪？はい。あ、行きます。はい。あ、ちょっと、いけるかな。はーい。ガシャン！小雪デーモン。これ、練習してきたんです。お願いします。お願いします。はい。もののけ姫小僧です。どっち？お願いします。お願いします。大丈夫ですか？一発芸。大丈夫です。ごめん、一発芸。叫ぶ酒です。お願いします。お願いします。北岩です。お願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。またこのシーズンが来ましたね。毎年、はい、ようやく私も無事開催できてよかったです。楽しみでしょうがなかったです。今年は寝ない。今年も寝ない。よろしくお願いします。一人4回と1回、はい、これから個人面談を始めていきたいと思いますので、ここからですね、完全にセクハラありパワハラあり、となっておきますのでご注意ください。じゃあお呼びしましょう。はい、おい、失礼します。はい、どうぞ。失礼します。バーユ。はい、いい名前だね。バーユ、いい名前です。どう、あ、ナユちゃん、ナユさん、私好きなので。あ、そうなんですか。嬉しかったです。ナユから取ってないですよ。え、そうですか。はい、何ですか、じゃあこれ。バーユっていう、毛とか赤切れした時にあれから取ってるやつです。鼻の穴。鼻の穴になる。はい。あ、そうなんですか。どうですか。ステーピットをさっき歌ったんですけど、うん、私ができるステーピットを踊りました、うん、なるほど。はい、まあ面白いな。動きが一番でかかったぞ。
ありがとうございます。ちょっとでかすぎるかもしれない、ちょっと気合が入りすぎかもしれない、はい、うん、なるほど。なんかこうしとけばよかったなとかあったりする？なんか踊りに力入りすぎちゃって、うん、息吸うの忘れてちょっと歌に集中できなかったです、うん、だろうな、うん、なるほど、はい。なんかこう合格したとしたら入りたいグループとかあったりする？ビスさんがいいです。ビスがいいの、はい、なんで？あの合宿の前、もう合宿に参加するって分かった時にあのビスさんを聞き始めたんですけど、うん、あの初めて見た時にすごいなんか衝撃的で、あのすごい力強いパフォーマンスをして、あのそのビス3期さん の, その4人がなんか力を合わせてやってとパフォーマンスをしていて、すごいなんか心に刺さりました。なるほど、はい。で自分が入ったビスに入ったのって想像できる？はい。どんなことしてるの？ダンスを精一杯踊ってと歌もビスさん4人がすごく上手なので、と私も取らないようにと必死にしがみついてと頑張っていきたいです。なるほど、はい。なんかこうビス入ってからでいいんだけど、はい、そこの中で自分の個人的な目標とかなんか大きな目標ってあったりする？なんかワックのグループの中でとビスさんがなんか一番海外で売れそうっていうか、海外の人にもなんか響きそうな気がするので、海外にも進出したいです。なるほど。 なんでそう思う？うん、なんかワックのグループの中で、うん、なんかパンクというかなんかロックの精神が強いと思って、うん、なんか外国にも外国の方にもなんか好まれそうな楽曲が多いと思いました。何なの？外人なの？いや、それは違うんですけど。あ、でもクォーターです。あ、クォーターなんですか、はい、どこのクォーター？あ、台湾です。あ、台湾なんだ、はい。分かんないね、台湾とかだとね、はい、ほとんど日本人もいない。まあなんかみんな大体一緒だもん、はい。なるほど。こっから1週間やっていくわけなんだけど、はい、その絶対に失敗できないと思うんですよ、はい。でそれの中で一番大事なことっていうのはもう本当にまあ本当にやりきるってことしかないんだけど、はい、こうしとけばよかったとかなんとかって思うことが失敗だと思うから、はい、そこがないと多分頑張れないと思うし、はい、あれだから自分の中でもちょっと多分具体的な目標を持ってこうしようとかなんとかっていうのをやっていかないと、でそれがこう入った後も続いていくから、はい、ちょっとそこを考えてやってほしいなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、 OK、 よろしく。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ピースばっかりだ。失礼します。はい、寺大陸、はい、お願いします。お願いします。どうですか？今歌唱審査があったんですけど、うん、知ってるよ。でそれでその自分が今まで練習してきたものがあって、で人前でたくさん人がいる中で、たくさんっていうか人がいる前で歌を歌う、練習の時は人がいるところでやっていなかったので、その人がいるところで歌った時に、うん、その私がこうなりたいっていう、うん、こうなりたいっていうか思っているものとは全然違う風に、なってしまって、うんうん、で今そのグループ分けされて歌割りとか決めて、うん、
巻き返すじゃないけど、うん、もっといろんな自分からグイグイ行かなきゃいけないし、うん、もっと見てもらわないと全然ダメだから、うん、そのもっと見てもらうためにアピールとか、うんうん、していかなきゃなって思ってるところです。なるほど。 何が思ったのと違ったの、自分がパフォーマンスした時に歌う時に、うん、その届けなきゃいけない、届けることが大と歌う時に歌詞の意味とかを考えて伝えたら、うん、多分感情とかも動きとかもちゃんと伝わるのかなって思ってたんですけど、あの他の人よりももっともっとやらなきゃってやってたら、うん、その動きと声がめちゃくちゃになってしまって、うん、で私が思ってるものはそのもう指の先まで全部が伝わってくるようなパフォーマンスがしたかったんですけど、それができなかったです。なるほど。ちょっと力みすぎだな前な。はい、うん、まあいいや。それは合格したとしてさ、入りたいグループある？ビスさんに入りたい。ビスに入りたい、はい、ビスなんでビスに入りたい？ビスさんの勢いとか、うん、息が好きで、うん、息？雰囲気？あ、雰囲気です。あ、はい、あの自分が入ってるの想像できる？ちゃんとできない。できない。それじゃあ何とかしないと入れないじゃん。はい、それどうしたらいいと思う？なんとかするために。どうするの？なんか喋ることとか動くことをずっと怖がってるから、うん、怖がったり、うん、ハキハキしてないから、うん、ちゃんとやること一つ一つに目標とか立てて、うん、あのゴールとか決めちゃいけないかなって思うんですけど、自分的には、うん、その目標とかこういうなりたいものとかを考えて、でそのもう怖がったりしたら後悔しか残んないし、さっきのステージでも怖がったりビクビクしてたからこうなってるから、うん、もうビクビクしないで、もう自分が思ってることをなんか作ったり並べたりしないで、うん、言い方悪いんですけど、うん、どうにでもなれじゃないけど、うん、もう全部見せる。なるほど。どうにでもなれば良くないかもしれないけどね。まあでも多分しっかり考えた中で、まあもちろん用意する時間っていうのはなかなかこの6日間だとないんだけど、でもその考えた上の中でちゃんと自分を出すっていうものが多分一番大事だと思うし、あのどうにでもなれと思ってやってたものって結構そのなんていうか、ただの破れかぶれだから、そうそう、じゃなくてちゃんと考えてやらないと意味がないのと、全てにおいてやっぱり人の心を動かすものとかってちゃんと考えられたものだから、だから逆に言うとほとんどの人たちがそうだと俺は思ってるんだけど、例えば感動的な MC とかあるじゃん、ああいうのって死ぬほど考えてるから、あのその場で出た言葉なんか一個もないから絶対、だからもうそこも含めてちょっとやった方がいいんじゃない、はい、後悔しないように、はい、やってください。はい、はい、OK、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。今何人面接したの？十。失礼します。どうぞ。はい、お願いします。どうですか？合宿来てみて。
最初はすごく緊張してたんですけど、でも候補生の他の候補生の方とだんだん話すようになったら緊張も解けてきて、今はこう作品を仕上げるために一生懸命頑張ってます。なるほど。はい。こう歌唱審査どうだったの自分的に。歌唱審査は初ライブだって思ってって渡辺さんおっしゃってたと思うんですけど、そう思ったらなんかステージに立った時ワクワクして楽しかったんですけど、でもちょっと自分が音を外しちゃったりした時に自分の中でこう動揺しちゃったりとかがあるので、ここは自分の弱いとこはそこだなって思いました。なるほど。はい。合格したとして、はい、イギーが入りたいグループってあったりする？ビッシュさんが一番好きで。ビッシュ。はい、大好きです。入れると思う？入ってるとこは今は想像つかないですけど、うん、入りたいと思います。なんで入りたいの？私がワックを好きになったきっかけがビッシュさんだったっていうのと、うん、一番好きで、なんだろう、表現の仕方がビッシュさんが一番私が好きで、私もその一員になりたいなって思います。表現の仕方っていうのは？表現の仕方はなんだろう、こう自分の中に秘めてるものを、うん、こうバーって直接ストレートに伝えてくれる時もあるし、なんかこう寄り添ってくれる時もあるし、なんか一緒になってもうこの世の中クソじゃんって言ってくれる時もあるし、なんか繊細な表現をする方が多くてそれが好きです。なるほど。はい。その中で自分はどうなりたいの？うん、どうなりたい、うん、でも見てる人に寄り添うような人になりたいです。それって具体的にはどういうこと？具体的には、うん、落ち込んでてたとするじゃないですか、見てる人が落ち込んでたとして、うん、落ち込んでる時に頑張ろうよってこうただただ元気づけるだけじゃなくて、なんだろう、うん、落ち込んでる時からこうずっと一緒に寄り添って声をかけてくれる親友みたいな安心感じゃないですか。全然具体的になってねえぞ。はい。はい。まあいいや、分かった。はい。まあとりあえずさ、はい、結構具体的に多分なんか考えないとなんかこう分かんなくなりそうな気がするから。だから自分がこうしようとかなんとかっていう目標を多分持った方がいいかなと思って、それはこの6日間もそうだし、でなんかそのふわっとすると基本的にずっとふわっとしちゃうんですよ。でそのふわっとって伝わっちゃうから、だからなんかそこら辺も含めて、なんていうの、自分の中で確固たるものっていうかこうなんだみたいなものっていうのがをなんかこう突き詰めていくことによって多分生まれるものってあると思うから、ちょっとまあそこら辺を考えてほしいなって感じ、はい。パフォーマンスでも最初の雰囲気は悪くなかったよ。ありがとうございます。うん。だけど、だから別になんか逆に言ったら、うん、その別に声がね出なくなったりとか、うん、なんとかって別にしたって別に俺そういうのあんまり気にしてないから、うん、そんなことでね伝わらなくなるものなんかないから、はい、そこも含めてもっともっと貪欲にいった方がいいんじゃないかなと思うから。はい。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。おいよ。失礼しました。おい、お願いします。おい、コーラ。はい。どうですか合宿？ずっとなんか緊張と不安がある中で、うん、でもやらなくちゃっていう気持ちでやってます。なるほど。はい。すげえ汚れてるコーラ、多分なんかすぐ残像みたいになっちゃった。ついちゃった。
今回の歌唱審査どうだった自分的に。歌唱審査はなんかすごい練習したおかげでできたこともあるし、もっとできたなっていうのもあります。そう、もっとできたっていうのはどういうこと。なんかやっぱり結構上がっちゃ息が上がっちゃったりしたのと、うん、あとはなんかもうその立った時に動き、自分の動きがなんかこうなんだろう、なんかライブをやってるようにやろうと思ったけど、絶対なんか自分の顔怖くなってただろうなみたいな思ってしまいました、うん、なるほど。まああなたは前世もあるじゃないですか。はい。なんかそこの中ではじゃあもうちょっとなんかこうある種圧倒的なものを見せた方が良かったのかなっていう気はしたんだけど、なんかそこら辺ってどうなの。なんかやっぱり緊張するわけ。緊張します。なんで緊張するの。どんだけパフォーマンスしてきたの。なるほどね。なんか合格したとしたら入りたいグループある。ビスに入りたいです。ビス、なんでビスに入りたいの。ビスが好きっていうのもあるし、一番自分のやりたいことっていうかなりたいものことをやってるグループだと思うからです。自分のやりたいことっていうのは何。そのライブだったりもそうだし、 なんだろう、なんか今までのそのビス、なんだろう、ビスっていう存在がすごいなんか自分の中ですごい惹かれるものがあって、そのそうですね、そこでやりたい。全然伝わんねえんだけど、ごめんなさい。全然伝わんねえんだけど、どういうこと。なんかそのライブもそうですし、なんかそのプロモーションじゃないですか、なんか破天荒な売り方を してきたじゃないですか、うん、なんかそこにすごいなんだろう心惹かれて、でなんか、うん、ごめんなさい伝わん。破天荒なことがしたいわけ。なんかなんですかね、なんかすごい力があるグループだなっていうのを思って、でもなんかそれをうまく言えない、ごめんなさい。なるほど。今回さ、分かんないけどさ、あのコーラ的にさ多分さ最後ぐらいの気持ちを受けてるでしょ。でさ、それの時にさ、俺はなんかちょっと正直あのパフォーマンス良かったのかなってめちゃくちゃ思うわけよ。で多分あなたもやってきてたから分かると思うけど、あのそこの後悔の連続がさ人気なくなる原因じゃん。あのそれお前一番分かってると思うから、なんかちょっとなんか緩いんじゃねえのっていうのは正直本当に思ったから、あのちょっと次オーケストラの時はちょっとかもうちょっと考えてほしいなっていうのは正直俺的には思ってる部分で、なんか多分一番分かってると思うから身に染みて、なんかそこがなんかこう随分スロースタートだなと思って、ちょっと考えてやってみて。わかりました、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました、はい。涙ゲットしました。もう泣いてたけど、はい、はい、失礼いたします。はい、リコチェフ、はい、どうぞ。失礼します。どうですか合宿は。村君髪黒かったっけ。はい、楽しいですって言えるぐらい余裕があったら本当に良かったんですけど、なんか思ったより
なんかこう私はやっぱりなんかずっと悔しい思いをしながら合宿を見てきたので、私は本当に多分今年も見てる人の中で悔しいと思って見てる方もいると思うので、私は渡辺さんにもそういう見てる方にも絶対圧倒的なものを見せて、圧倒的なものを見せて、なんか私の方ができるのにとか私だったらとかじゃなくて、この子にアイドルになってほしいなって思ってもらえるような、そういう認められる存在になろうと思ってきたのに、なんか思ったよりもうまくいかないというか、時間がなくてちょっと焦ってます。そんなどこが今できてないと思う？と結構コーラさん、私はなんだろう、リーダーシップを取ってグループをまとめようって思ってたんですけど、結構コーラさんもリーダーシップを取れる方で、なんか負けたくないなって思いながらどうしようと思って、どういうこと？私はこのグループにとってちゃんと役に立ってるかなって思っちゃって、でも今はなんとかいいチームだなって今思ってて、でももうちょっと目立たないと、渡辺さんにワクチンの面談で言われたみたいに、こう一日で落とされるのかなって、そういう圧倒的なものを見せる前にって思っちゃって、すごく 焦ってます。なるほど。今回自分の歌唱審査はどうだったの？もう自分的にライブのようにっておっしゃったじゃないですか。だから本当にライブを意識してできたかなとは思っているんですけど、でも本当に頭が真っ白になっちゃって、自分がちゃんとできたか分からない不安で、今最後にいつも評価順位付けとか発表されるんですけど、今回はなくて、だから客観的に見た自分がどれくらいできたのか分からなくて、どうでしたか？まあ、そうね、なんかうまくやろうとしたんだろうなって感じ。ああ、別に悪くない。本当ですか？うん。でもなんかあなたが好きな多分グループのパフォーマンスとはちょっと違うんじゃないかなって気がすごいしたけど、うん、それを意識して絶対そのリコジェフは多分合宿行きたいっていう話もあったじゃん。その時で言うと、私だったらもっとこうするのにがきっと思われてるだろうなと思う、うんうん、まあちょっとそこは意識してやってみるか。はい、うん、グループとか入りたいとこある？合格したとしたら。と私は渡辺さんのことが好きなので、なんだろう、渡辺さんにこのグループに欲しいなって、なんかこのグループで活躍してくれそうだなって少しでもそう期待してくださるんだったら、どのグループでも入れたらすごく嬉しいし、絶対にその期待に応えようって思ってこの合宿に来ました。なるほど。でもどこでもいいと、どこでもすごく嬉しいです。でもだから私はずっとビスに入りたいって言ってきたので、まあ、ビスに入れたらすごく嬉しいんですけど、でもビスじゃなかったらやめたとかは全然思ってないです。それなんでビスがいいの？ビス、うん、すごくかっこいいからです。なるほど。でも私は、うん、今はそうビスさんのことももちろん入りたいんですけど、私キャリールーズさんのこともすごく好きだったので、あとゆめかさんのことを本当に人間としてアイドルを目指す者としてすごく尊敬しているので、もし本当にこれは私の妄想でしかないんですけど、ゆめかさんの新グループができたりするんだったら、私もそのグループに入って次こそは今度こそ宇宙一のアイドルっていうのを一緒に目指してみたいなって思ったりなんてしちゃったりなんてしました。なるほど。まあ分かりました。じゃあまあでも本当に常に言ってるけど、後悔ないように、はい、もうこうできたらよかったのにとか、自分だったらじゃあこうするのにって言われないようにやってください。はい、はい、OK、はい、ありがとうございました。はい、よろしく。失礼します。
願いします。はい、どうぞ。はい、お願いします。お願いします。自己紹介お願いします。もしもしちゃんです。お願いします。違うでしょ。しもしも、どうぞ。しも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 しちゃんです。すいません。大丈夫か今ので。やり直していいよ。いいの？やり直して、やり直していいよ。今のでいいならいいよ。大きい声出す。大きい声出してもいいし、さっきのパフォーマンスで大丈夫なんですか？ダメです。やんなくてもいいですけど。あ、やります。ちょっと目映る気がします。立っても大丈夫なんで。立ちます。じゃあ最後もしもしちゃんをここの顔目線でこう。あ、はい、はい、はい、どうぞ。はい、しも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 ーもしもしちゃんです。足りないよ、知らないよ、後で後悔しても。本当に、はい、合宿見た？映画とかネットがサイトに上がってるのとか見た。それを見て今のでなんか落ちる人の法則になってない？大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃないね。まあちょっとそこはうちのやり方なので、別になんかやってほしいわけじゃないんだけど、あのやっぱり照れてちゃダメだと思います。やるなら、はい、と思います。どうですか合宿？最初はすごい緊張してたんですけど、今チームでやってて緊張はしてなかったんですけど、今また緊張してます。緊張してる？なんで？あ、面接で。あ、そういうこと。あなたはでも、あなたもそうですけど、ちょっといろいろやってきた割には、はい、情けないパフォーマンスじゃだったんじゃないですか、はい、ちょっとなんか照れもあったよね。なんか緊張しちゃいます、ね、なんかそこら辺だって逆にさ、あのその韓国のとこだったらさ、ぶん殴られるっしょ。だからなんかそれってさ、なんかさ、もしもしちゃんの中でギアが入ってないんじゃないの？ギア、自分の心のギアっつうか。もう今だってさ、あと6日間しかなくてさ、フルスロットルでやったって合格するか分かんないのにさ、一発目からフルスロットルじゃないの結構やばくない？どう？やばいです。やばいよね。そう、だからちょっとなんか意識変えないといけないんじゃない？なんかうちはさ、なんかどっちかっていうとさ、別にさ、なんかどっちか気持ちが一番大事なのうちの事務所。いやね、だからまあそ、ね、前知らなかったかもしれないけど、そこを俺はすごく大事にしている会社だから、なんかちょっとそこはあなた先に忠告しとくけど、そこのギア変えられないと落ちちゃうわよ。はい、OK、だからちょっとなんか後悔しないようにやってほしいなってめっちゃ思うんだけど。あとでだって絶対、うわあの時やっときゃよかったって今思うと思うよ、あの、もしもしちゃんも。もっと落ちちゃったらね、うん、って思うから、はい、ちょっとまあオーケストラではしっかりそれが出せるようにやってください。はい、 OK。 入りたいグループありますか？入りたいグループは Go to the Bets。 Go to the Bets、 それなんでだっけ？パフォーマンスがすごくかっこよくて、うん、私もそんな風になりたいと思ったから。なるほど、わかりました。ちょっとじゃあ言ったことを、はいはい、肝に銘じてやってください。はい、ありがとうございました、はい、これラストかな？失礼します。はい、ラストかな？
はい、どうぞ。とちゃんです。はい、どうですか。歌唱審査とかワクチンの時は歌とか下手だけど頑張れっていうのをやってたんですけど、もう今回はめちゃくちゃかっこよくやろうって思ってたのに全然声が出なくて、そこはなんかすごい悔しかったし、こんなつもりじゃなかったなって思って、はい、なので今練習してるオーケストラは、うん、もっと自信を持ってやれたらいいなと思って、フォーメーションとか自分から意見言ったりしてちょっとでも挽回できたらいいなって思ってます。なるほど。何のシャツなの？これは学校でクラス T シャツみたいな。みんなそのクラス T シャツを普通に着て、すげえな。あ、そう、はい、バレちゃうかもしれないじゃん。うん、どこにでもありそうな。そうですか。そういうのね。あ、そうです。大丈夫だ。なるほど。あ、大丈夫ですか、下ネタを言わなくて。え、言ったら脱落ですか。いや、なんで脱落になる。え、なんかワクチンの面談の最後に下ネタ言ったら脱落って言ったっけ。え、覚えてなかったですか。全然忘れてた。言っちゃダメだよ、はい、言いたい。いざとなったら。いざとなったら。いざとなるってどういうことなの。どういういざとなるの。なんかもうなんか何個か考えてきたんですけど。用意してきちゃったの。それか、あの下ネタじゃないやつを、うん、それが全部滑ったら、そうなんだ。え、何、あ、考えてきたネタがあるの。あんま面白くないんですけど。あ、そう、ちょっとやって、全力でやっていいよ。1個やってよ。ここで立ち上がったら見える。立ち上がる、いいよ、立ち上がってみる。いいですか。立ち上がってみて。これで見えてるけど、どう。あ、じゃあいける。いけます。はい、イエーイ。こういう時に下ネタを言おうと思ってました。面白かったよ。本当ですか。うん、え、いや、本当本当本当本気。本気でやりました。いや、本気でやってたと思うよ。琴、うん、ちゃんはあの合格したらどこに入りたいとかありますか。Go to the Beats さんに入りたいです。 Go to the Beats に入りたい。なんで。なんか今まであんま正直曲とか聞いてこなかったんですけど、あの合宿のレース期間、準備期間中に MV とか見ててすごいかっこよくて、うん、なんかライブの映像とかみんな楽しそうだし、あとはなんかワックさんに所属してる歴もメンバーさんみんな長くて芯が太そうだなって思ったのと か、うん、なんかここだったら自分も強くライブとかパフォーマンスができるなと思って、ゴートゥザベッツさんに入りたいです。なるほど。ゴートゥザベッツに入ったことちゃんは想像できる。はい。どんな感じのことしてるの。無人島。無人島も。無人島でパンツ燃やしてる。燃やしたいです。燃やしたくないでしょ。え、燃やしたい。はい、意味が分かんない。まっすぐそうなんだ。なるほど。はい、おう、コトちゃん後悔しないようにしなきゃいけないよ。あと3つあんのね。ギリ3つあります。ギリ3つ。ギリとか意味わかんないんだけど、なんのすごいの、面白い言葉選び。1個は人のパクったんで。人のパクってるんですか、はい、じゃあちょっと楽しみに撮っておきます。ありました、はい、じゃあオーケストラ楽しみにしてます。はい、頑張ります。はい、はい、後悔しないように。はい、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、終了ですかね。お疲れ様でした。はい、これでですね、まず第一次面談が、終わりました、どうやらですね、皆さんですね、まあ、気合入ってるなというところはありつつですね、入りたいグループで言われたのがビッシュ、ビス、ゴートゥザベッツしかないというこの
他のグループのみんなどう見てるんだろうなっていうふうにはちょっと思ってはいるんですけども、この後6時半から、ですね、パフォーマンスの審査、やらせていただきます。オーケストラですね。なので、それまでは、皆さんの練習風景をお楽しみいただけたらと思います。でもね、今回やっぱりすごくね、まあみんなやる気持ってやってくれてるんで、なんかあんまりカツ入れるようなやつもいなかったなっていうのが正直な印象で、これからだからどん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 ギア入ってく子たちのが楽しみだなと思ってるんで、結構オーケストラは楽しみですね。皆さん、楽しみにしててください。これも移動で行っちゃっていいですか。はい、もう渡辺さんが振り入れたら多分向こうに行くと思いますので、はい、それでは、皆さん練習風景をお楽しみください。どうぞ。